どうも、坂本です。東洋医学では季節によってやられやすい場所っていうのがあって、例えば春には肝臓、夏には心臓、秋には肺などですね。こういった場所がダメージを受けやすい場所とされていて、じゃあ冬はっていうと腎臓なんですね。腎臓が寒さのせいでダメージを受けてしまいやすいっていうことになるんですが、実はこの腎臓っていうのは老化と密接に関わっている臓器になるんですね。まあ厳密に言うと西洋医学の腎臓と東洋医学で言ってる腎っていうのは微妙に違うんですが、それだとちょっと分かりづらいので普通に腎臓をイメージしてもらっても構わないです。で、冬は寒さで腎臓にダメージを受けると言いましたが、この腎臓っていうのは特に寒さでやられてしまう臓器になります。そしてその腎をぬくめてあげるために腎の壺、そしてその壺の集合体ですね、壺の流れの集まり、経絡とか言ったりするんですけれども、それが足裏から足首にかけてこう上の方に上がってくるわけなんですね。で、その中でも特に重要な壺っていうのが足裏からこの足首に集まっているんですよ。東洋医学では腎臓っていうのは先天の性って呼ばれていて、じゃあ先天の性っていうのは何かっていうと、生まれた時から持ってるその人のエネルギーだと思ってもらって構わないです。両親から授かったエネルギーっていうのが腎臓に蓄えられていて、そのエネルギーを使いながら人っていうのは生きていくわけなんですよ。で、そのエネルギーが完全に尽きた時、人の一生は終わる。ざっくりですけども東洋医学の考え方っていうのはそうなっているんですね。逆を言えば年齢を重ねてもこの先天の性、腎臓に蓄えられているエネルギーっていうのがまだまだ残っていれば、人は若々しさを保てるわけなんですね。なので腎を冷やして老化を進めないためにも、足裏からこの足首あたりをしっかり温めておくっていうのはすごく大切になるんです。実際にですね、東洋医学的に腎が弱る症状としてはですね、白髪が増えるとか、髪が薄くなるとか、髪の毛がなくなってくるとか、疲れが取れにくくなってくるとか、肌荒れとかシワとかシミができてくるとかですね、尿漏れしたり尿が近くなったりとか、足腰に力が入らなくなってくるとか、耳が遠くなってくるとかですね。つまりは人が自分老化したなって思った時によく現れるような代表的な症状、全てに腎が関わっているっていうことなんです。で、もちろん生まれ持ったそのエネルギーの総量っていうのは人によって違うんですけれども、ここからこのエネルギーをですね、どう効率よく使うかっていうのは、その人の生活の仕方によって全く変わってくるわけなんですよ。で、もちろん適当に過ごしていると無駄にその腎の力を消費してしまって、人より早く老化していくんですね。見た目が老けてきたら老化って捉えるのか、体の中の機能ですね、動ける量が減ってきたのを老化って捉えるのかは、どちらに重きを置いているのかは人によって違うでしょうが、この腎のエネルギーっていうのはそのどちらにも関係してきます。で、この腎ですが、少しの工夫で無駄にエネルギーを消費しなくするようにできるのと、温めることでパワーを補ってあげることもできるんですね。なので腎を常に温めるっていう意識を持つことは、他に何か老化対策、そういうのをやっていたとしても、それにさらに上乗せして相乗効果を生む手っ取り早い対策方法にもなるんですね。で、じゃあ実際に腎が冷えて弱っている人っていうのがどういう症状が出やすいのかっていうところの見極めなんですけれども、まずね、舌、ここを見てほしいんですね。下のこの周りですね、この周りの部分に歯型がくっきりついてないかっていうところを確認してほしいんですよ。それと下の上の部分にですね、白い苔がいっぱいついていないか、この2点見てほしいんですね。東洋医学では舌にいっぱい苔がついている人っていうのは、舌が汚れているのではなくて、冷えて白い苔が大量に出るっていうふうに考えられています。なのでこの白い苔が多ければ多いほど腎は冷えている状態だっていう認識でいてほしいんですね。で、もう一つ歯型なんですけれども、腎臓っていうのは体内の水分調節っていうのをやっているんですね。それが冷えて弱っていると水分調節がまともにできないので、舌がむくんでくるんですね。で、舌がむくんで膨らむと歯に当たるわけなんですよ。で、常に歯に当たり続けるわけですから、歯型がくっきりできてしまうんですね。ただ最近は舌ブラシとかがあって、舌をこう掃除する人がいるので、意外とこの白い苔っていうのはちょっと分かりづらいケースがあるんですけれども、歯型の方はですね、腎が弱ってる人っていうのはもう毎回できてたりするんで、特にどちらかというと歯型の方をチェックしてみてください。で、次なんですけれども、舌以外のむくみですね、顔とか足とかですね、動きすぎてむくんだとか、じっとしすぎていてむくんだとかではなくて、常にむくんでいるかどうかをチェックしてほしいんですよ。これは先ほどの舌と同じで、腎が常に弱っていると常に水分の代謝が悪いので、常にむくんだ状態になります。限定的に何かした後むくむっていう人と常にむくんでいる人は違うので、限定的に何かしてむくんだ人っていうのは今回の場合は関係ないケースが多いです。常にむくんでいないかどうかっていうのをチェックしてください。そしてもう一つ次にチェックしてほしいところが脈ですね。東洋医学ではこの脈っていうのはですね、それぞれ対応する臓器を表しています。
つまりはこの左手首のですね、ここにポコッと出た骨があるんですけれども、そこにですね、こういうふうに反対の手で、そのポコッと出た骨のところに横の側面に第一関節を当ててもらって、で、そのまま指を折り曲げると、ちょうど脈を感じる部分に、この指の腹が当たるはずです。まずこの脈をね、トクトクと感じるところを探してほしいんですよ。で、そこを見つけたら、その上下にですね、こう指、3本を置いてほしいんですよ。で、この指3本を置いたところのこの一番下ですね。3本目の指の場所。ここが腎の状態を調べる脈になります。ここをグッと押してみて、脈を全く感じない。もしくはすごく弱々しくしかギリギリなんかあるかなぐらいにしか脈を感じない人っていうのは、かなり腎が弱っている。そう判断してください。で、今4つ調べる方法をお伝えしたんですけれども、このうちの2つですね。2つ当てはまった人は、かなり腎が冷えていると思ってもらっても構わないです。で、一つの人っていうのはちょっと微妙なラインと思ってください。で、そんな冷え以外にも、この腎をですね、弱らせてしまうような行為っていうのが、過労や睡眠不足などになってきます。その他、今のこの現代社会では、冬でも夏野菜とか夏の果物とか、冷たい飲み物っていうのが結構簡単に手に入ってしまいます。そういうのを寒い季節に取ることによっても、腎っていうのを冷やす方向に持っていきやすいです。で、この過労っていうのは仕事だけじゃなくて、運動のしすぎも含まれ意外とマラソン大好きな人の寿命って短かったりして、病気になるリスクとかっていうのも、むっちゃマラソンしてて健康そうなんですけれども、自堕落に生活している人と実はほぼ差がなかったりとか、それよりちょっとリスク高かったりするケースもあるんですね。マラソンむっちゃ好きな人っていうのは。これは過労になってるからなんですね。つまり、腎臓っていうこの先天の背のパワーを使って運動しまくってるから、人より早く体の免疫力とかも老化も進んでいきやすいっていうことなんですよ。ただ、もちろん適度に動く分には問題ありません。この適度っていうのは人によって違うんで、これが適度ですよっていうことは一概には言えないんですが、軽いウォーキングとかストレッチぐらいは適度だって思ってもらって構わないです。で、こうやって老化を防ぐためにも腎を温めないといけないんですが、まずは食べ物ですね。体の中から温めてあげる。で、温めるってなった時に、じゃあ温かいものだけ食べたり飲んだりしてればいいのかっていうと、そういうわけでもなくて、例えばコーヒー豆っていうのは体を冷やす作用があるんですね。なので、ホットコーヒーを飲んだとしても、この豆自体が体を冷やす作用があるので、結局体の中っていうのは冷えてしまうんですよ。なので、効率よく腎っていうのを温めていくために、いい食材っていうのは、基本的に色が黒いものですね。黒ごめとかですね。黒豆とか、あとはイワシとか、貝とかですね。それとか、栗とか、生姜とか、シナモンなんかも、腎を温めるのにおすすめです。ですが、生で食べると基本的に腎を冷やしてしまう方向に持っていきやすいので、さっき言ったイワシとか、鯛とかはですね、火を通してから食べるようにしてください。老城君って呼ばれてる本の中には、少量のお酒っていうのは体を温める効果があるので、寒さが強い時は少量のお酒を飲むことをお勧めしています。で、お酒が飲めない人の場合はお粥を食べるようにしましょうっていうことなんですね。だから3食食べるんであれば、そのうち1食ですね、どっかでちょっとお粥を取るとかですね、そういった工夫っていうのも腎を温めて老化を防ぐ上でいい習慣になります。その他にも、空腹時に寒い場所にできるだけ行かないようにしましょうショートも書いてるんですね。食べるっていうのはやっぱ体のエネルギーですから、このエネルギーが切れている状態で寒い場所に行くと、こっちの先天のせい、もともと生まれ持ったエネルギーでこの寒さに対する防御膜を張らないといけないっていう考え方なんですよ。つまりこっちのエネルギーを消費して寒さに耐えるんで、老化が進みやすいっていうことなんですね。それよりも食事を食べたこっちのエネルギーで寒さから身を守れるように、空腹時はできるだけ寒い場所に行かないようにする、こういうちょっとの意識っていうのも老化防止に役立ってきますっていうような、食べ物のちょっとした工夫やちょっとした意識で腎を寒さから守って老化を防ぐと同時に、外側から足裏や足首を温めてっていうのも効果的なので、その方法っていうのを今から実践していきましょう。この足裏なんですけれども、この足裏の親指と人差し指があるんですけれども、この真ん中ですね、このまず足の指をちょっと後ろにこう反らせた状態で、ちょうど真ん中からこう指をスーッと滑らしてきてください。なると一旦ボコッと盛り上がって、その後ちょっと落ち込む場所があります。そこですね、そこの部分を見つけたら、そこにこういう風に親指を両方グッと当てて、で押し込んで15秒キープしてください。これを左右両足やってください。で、
次はですね、ここに内くるぶしがあるんですけど、この内くるぶしの頂点ですね、一番出てるところからそのまま指をアキレス腱の方に滑らしていくと、ここにへこみが見つかると思います。そこの部分とこのこっちの裏側の部分ですね、これを挟んでください。挟んだ状態でここをですね揺らしていきます。これを10回ですね、こういう風に10回揺らします。で次ですね、それができたら今度はこの内くるぶしの一番上のところですね、ここからそのまんま指3本置いてください。一番指3本のこの一番上の部分ですね。でここ骨なんですけれども、この指3本の骨からそのままアキレス腱側に滑らしていくと、骨が終わって筋肉になる、この骨と筋肉の境目があります。ここに親指をグッと押し込んでください。でその反対側ですね、反対側もこの人差し指でグッと押します。でここもさっきと同じようにつまんで、こういう風に上下に1,2,3と10回揺すってください。でこれも左右両方やってくださいね。でこれができたら次ですね、さっきこの指3本置いてここつまんで押したんですけど、ここから手のひらのこの部分でですね、ぐーっとこう足のこの指先までですね、この内側のこの部分をこういう風に少し強めに押していきます。これを10回ですね。これができたら次はこのさっき言った指3本ですね、この高さの今度は前ですね、前の部分をこういう風にグーッと足の指先の部分までさすってください。これも10回やってくださいね。でこのさするのも左右やりましょう。で今度はですね、この土踏まずのところですね、親指で持ってちょっとグッと押した状態で、もう片方の手ですね、この足の指の股の間に指を突っ込んで、この土踏まずをグッと押した状態で大きく回しましょう。これを10回回したら次反対方向に10回回してください。これを左右やってください。でバケツとかにですね、40度から42度ぐらいのお湯を入れて10分間でいいですから、毎日足湯をするっていうんですね。足首あたりまでで構わないので、これを寝る前にやるとちょっとめんどくさいですけれども、かなり腎の冷え老化防止にとって有効な手段になります。どうしてもわざわざバケツにお湯入れてまでそんなやってる時間ないっていう人は、寝る前に椅子に座ってこういったテニスボールとかでいいですから、これを下に置いて、せめてこの足の裏をですね、こうやってコロコロ両足刺激する、これを1日の中で5分でもいいのでどこかでやってください。今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。